皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、超久しぶりに縛りメイクやっていきたいなと思います。で、今日使っていくのがもう最近すごく大好きでコツ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 集めてきたイーウィのアイテムを使った縛りメイク、最近発売した商品なんかも使って仕上げていこうかなと思います。ではまずベースメイクからしていきたいと思うんですけども、ベースアイテムこちら新しいものですね、ルーゼントプライマーです。プライマーはね、もう一つ持ってて、このグロープライマーっていう、よりツヤやんっていう感じにしてくれるプライマーもあるんですけども、今回はこちらのね、8月だったかなに発売されたアイテムですね。8月のお気に入り動画にもう入れたぐらいすっごい気に入っているプライマーでして、ほんとね、塗った瞬間にお肌がツヤやんってね、光を味方につけるようなお肌にしてくれるんですよ。で、あのブランドさんに聞いたらね、塗り方にもコツがあって、ポンってあの置いたらくる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 って一番こう笑って高くなること、ところ、光を集めたいところにくるくるって塗っていくんだって。で、ある程度伸びてきたらシュッ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 って外に向かって伸ばしていくと、キンラーン、こんな感じで、あの一番この光を集めたいところによりこの丸みというか立体感が生まれるんですよね、この塗り方するとね。で、おでこも丸く見せたいのでくるくるくるって塗ってって、で、顎もね、ちょっとこう丸みを出したいのでくるくるくるって塗ってって、あとはさっ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 て伸ばしていくっていう感じで塗っていくんだって。そうすると、ほら、これだけでさ、おでこが結構こう立体感出たと思いません？こっち塗ってない方で塗ってる方ね、結構違いが分かりやすく出るかなと思います。ほんのりね、ピンク色の色をしてるんですけども、分かるかな、あの光の加減によってね、細かいパールが入ってるのがチラチラチラって見えるんですよね。それのおかげですっごいこの光を集めてくれるようなお肌に仕上がると。で、鼻筋に関してはスッて1本こんな感じ入れて伸ばしていくと、自然なハイライト効果がお鼻にもね、宿ってくれるので、下地だけでめっちゃ喋ってしまいましたけども、すごい気に入ってるアイテムです。で、ファンデーションはこちらですね。リキッドファンデーションの、私は01番のカラーを使っております。これもね、なんか指塗りがおすすめらしいですよ。こんな感じで指のね、この腹のところに第二関節分ぐらい伸ばして、あとはこの頬の丸みに合わせてスーって塗ってくらしい。で、伸ばしていくと、わかりますでしょうか、めちゃくちゃ綺麗にカバーしてくれるし、ツヤ感も残してくれると。こんな感じでブラシでサササーって仕上げるとかでもすごく簡単に仕上がる。久しぶりにさ、この資生堂のファンデーションブラシを使い始めたら、なんかやっぱ楽だなと思って、結構このブラシ最近またハマってます。ハイカバーっていうよりかは、こう元々のお肌をこう透けさせるような仕上がり感はあるんだけども、最低限の隠したいお肌の色ムラだったり、まあ、毛穴だったり、そういったところは綺麗にカバーしてくれるので、アイコンシーラー塗って、パウダーも軽くふわーっとのせて、こんな感じの仕上がりです。はーい、うん、いいね。そしたら続いてカラーメイクをしていくんですが、まずちょっと今回はリップとチークを先に塗ろうかなと思います。こちらですね、もうあのイーウィのパッケージって本当になんか上がるよね。この大胆なレッドにポイントでゴールドが入ってるんですけど、まずこちらイーウィリップのですね、08番です。これ新色かな、ちょっとこうカシスっぽさもあるような感じのレッドカラーですね。うん、いやー、可愛いんだよこの色も、めちゃくちゃ可愛い。塗った方がね、こうシアーな透け感もあるので、そんなにきつくない感じかなと思います。これだったらね、私日常的にも使えるぐらいの色味です。すっごい使いやすい色。これもう何回かつけてるんですけども、まあ、すっごい持ちがいいかって言われるとそういうわけでもないから、まあ、持ちも良くするんだったらリップライナーとか仕込んでおくと、もうちょっとキープ力高まるんじゃないかなと思うんですけども、まあ今回はツヤ感も残したいなと思ったんで、リップはこんな感じで、でチークもめっちゃ可愛いんですよ。これも新色です。
インウィーチークの04番でございます。なんていうカラーかな、ちょっとピーチっぽさもあるような感じのカラーで、このリップにも合うし、なんか結構ね、どんなメイクにもすっごい相性がよくって、一見ねマットっぽく見えるんだけど、磨いたようなツヤを演出してくれる気がしてます。ちょっとこっち塗っていくと、さーってな感じで、結構発色もいいよね。でツヤも磨くように塗っていくと、さらに出てくる気がします。ほら、わかります？綺麗にツヤ走ってますよね。インウィーは本当にツヤ名人ですよね。こう時間が経つと疲れて見えがちな大人のお肌に、すごくこう自然なツヤをメイクで加えてくれるので、そういったところがすごく自分の、年齢に合わせた肌にもフィットしてるから、だからね、多分すごいマッチする、自分がすごい好きなアイテムが多いんだろうなって考察してるんですけど、はい、リップとチークに血色を入れたら、だいたいなんか全貌がというか、メイクの仕上がり感が見えてきやすくなるので、そうしたらどうしようかな、アイでもいいんだけども、眉毛先にやりましょうかね。で、眉はですね2アイテムお見せしていこうかなと思います。まずはこちらのですね、イーウィの、アイブロウパレット02番です。もうここ底見えしてるし、ずっと使ってますこれ。で、アイブロウペンシルはですね、ちょっと何番だかこれ書いてないから、テキストで書いておきますね。反対側にはスクリューがついている繰り出し式。アイブロウパレットだけでも本当に十分綺麗な眉ができるんですけども、私のようにちょっと眉毛の自眉毛がちょっと足りない人はですね、この絶対的に足りないところを、ブラシで先にちょっとチュ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 とガイドを書いておくと、左右のバランスが、やっぱりこう取りやすいですし、結果的にふんわり仕上げやすい気がするから、結構この私は下のラインだけでも最近は書いちゃった方が、あと眉を時短で仕上げやすいかな、こっちの方が。全然毛がある人ならね、このひと手間なくてもいいと思うんだけど、こんな感じで下のラインだけ軽く描いたら、あとはこのついてる付属のブラシのこのフサフサしてる方を使って、こことかここら辺の色を少し混ぜながら、ふわふわーっとこの眉の中に色を入れ込むような感じで、ふわーっと塗っていくと結構自然に仕上がりやすいかなって思う。で、少し残ったカラーを鼻筋のところに軽く入れます。これで色味を合わせていけば眉毛完成ですね。そしたらアイシャドウパレット、じゃじゃん、こちら、インウィアイズの07番です。この赤みカラーが可愛いのと、結構ベージュトーンの使いやすいカラーにオレンジも入ってるから、オレンジ寄りのメイクにもちょっとこう赤み寄りのメイクにもどっちにも仕上げやすいし、どっちも混ぜてもいいし、だいたいアイシャドウパレットって入ってて4色とかが多いと思うんだけども、5色あることで結構本当にね、これ一つで仕上げやすいかなって思いました。かなりこうバランスのいいカラーだと思いません？締め色もしっかり入ってるし、ハイライトも入ってるし、でキラキラのラメも入ってるし、でマットっていう色はないんだけど、ラメ以外はどれも多分同じぐらいの質感なので、重ね付けしてもすごく使いやすいというか馴染みやすいなと思いました。そしたらまずこちらのメインカラーになるのかな、これをアイホール全体に塗ってみます。この色がね、めっちゃ綺麗。かなり使いやすいカラー。メインカラーが本当に使いやすかったりとか、綺麗なカラーだと、もうそれだけで締まるよね。決まる。目元が。で、同じカラーをくるっと下まぶたにも乗っけてまーす。ほら、どうよ。ギュッと締まりますよね。これにさっきのオレンジカラーを少しこう足したりとかすると、黄身感が少し入ったようなブラウンにも変えられるし、逆に入れないっていうこともできるし、ほらこれだけでも少し上と下の色味が変わったかなと思いますが、でこのハイライトカラーを細めの方のチップにとって、この涙袋のところにトンと乗せていくと、ちょっとこれだけでもぷっくり感が出る。こんな感じで立体感、ハイライト出たら、さらにこの上にさっきのラメ色
これが少しピンクっぽいラメなので可愛いんですよ。これ入れると柔らかいピンクが足されて、でオレンジともさ、なんか相性いいというか喧嘩しないですごくいいですよね。でこのパレット、こういう細いアイライナーブラシみたいなのも入ってるので、これを使って真ん中のこの締め色でアイライナーを描くようにのせていく、細めにまつげの間らへんに。そうするとこういう赤みのあるアイシャドウ、アイライナーみたいな感じでこのカラーが乗ってくれるので、これでなんか抜け感が出るというか、シャレ顔になるんですよね。全ての色味がなんかねキュッとマッチするんだよね。すごい計算された色味感を感じます。アイライナーはですね、アイライナーリキッドの02番ナチュラルブラウンっていうカラーを使ってきます。このアイライナーさ、なんかこう昔こんな感じだったよねっていうような、こういうねじって開けるタイプで、しかもカチカチカチって液をこう出すタイプなんですよね。で色味はこんな感じで、現代のアイライナーにしてはちょっと太めとはいえ、なんか腰があるブラシなのでそんなにこう失敗がいらないっていうか、で色もすごく濃いわけじゃないから少しずつ描いていけば結構逆にまつげのとまつげの間にこう入り込んでくれて、ふわっとしたアイライナーに結構仕上がるなって気がして、こんな感じでほんのりさっきの赤アイライナーも見え隠れしてて、赤だけだとちょっとこうボケる感じがあるから、このナチュラルブラウンカラーで少し目元を締めるといい感じにキュッて締まるかなと思って。はい、そして最後マスカラです。マスカラがね意外と良かったです。これインウィマスカラの01番アッシュグレーというカラーで、先がこういうコームタイプになってます。でこっち側とちょっと小さめに反対側にもこういうブラシがついていて、下まつげにもこっち側が塗りやすかった。しかも綺麗にセパレート感も出してくれて、なんかツヤっぽいまつげに仕上がるので、一番最初に使った時からねこれはかなり好感触だった。見て見て、結構綺麗だと思いません？でまつげも落ちないので、このカーブで下まつげのねところがほらこんな感じで乗ってくれるので、下まつげも塗りやすいなっていう感じがしましたね。はい、塗った方塗ってない方、上下とも塗りましたけども、こんな感じ。結構私すぐパンダ目になりやすいからマスカラは本当に選ぶの大変なんですけども、これは比較的つきにくかった。全然盲点だったんですけども、すごくいいマスカラだなと思った。これということでメイク完成しました。こんな感じです。いや、インユイのアイテムもう本当抜かりなくどれもクオリティが高いなっていうのが第一の印象。日常的にも使いやすいですし、やっぱりさっき言った通りツヤを本当に味方してくれる、大人肌のアラをですねいい具合にこうカモフラージュしてくれるようなものが多いなっていう風な印象です。ちょっとさっきよりも照明の感じが変わったかなと思われた方いるかもしれないんですけど、ね、マスカラ仕上げた後にすぐ出かけないといけなくって、実は3時間4時間ぐらいメイクをしてから時間が経ったお肌になっております。せっかくなのでこの状態、メイクしてからちょっと時間が経った状態も見てもらえたらいいなと思って、ちょっと見てみましょうか。そこまでマスカラの落ちてる感じが気にならないかなっていうふうに思うのと、ほらやっぱり、ね、マスカラほんといいと思うわ。全然カールも落ちてる感じないですし、でアイシャドウもまぶたのところに溜まってる感じっていうのもあんまりないと思うし、下まぶたもほらまだキラキラついてますよね。そしてなんといってもお肌、結構汗かいたし電車にも乗ったりこう表情筋使ってニコニコしたりとかしたんですけども、そんなによれてる感じとかないと思うんですけど、どうでしょう。まだちゃんとツヤも健在してる感じもあるし、なかなか時間が経っても綺麗なんではないでしょうか。リップ何回か塗り直したんでさっきよりもちょっと濃い感じになってるかなと思うんですけど、これから の秋シーズンに向けても使えそうな色味だったりとか質感なので、引き続き
使っていこうかなと思います。久しぶりの縛りメイクだったんですけども、何かこのコスメの縛りメイク見てみたいよとかあればぜひぜひコメントで教えてください。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。